木村駒子は、大正、昭和期の日本の女優、フェミニスト、神秘主義研究家。霊能者として、夫と共に、に、自在衆を作って、霊術治療をする一方、婦人団体、新進婦人会を組織し、浅草新劇の女優にもなった。本名、黒瀬駒。1887年、熊本市の消化器具を営む家に生まれる。祖母は、信頼の名手で、 母親も芸事に堪能だったことから、4歳から、三味線、踊り、芝居を習い、チンコ芝居にも出演していた。裁縫学校に飽き足らず、漢学塾にも通う一方、英語を学ぶため、教会にも通う。電話交換手の職を得るが、知人の講演で、熊本女学校へ進学。当校の校長は、東京女学院の矢島か子委員長の姉であり、 旧来の良妻健保ではない、新しき女の生き方を駒子に説いた。1906年に卒業。同志社に通う木村秀夫の噂を聞いて憧れ。秀夫が渡米したことを聞くと、アメリカ留学を志して、ミッションスクールの福岡英和女学校へ進学。この時同性の恋人ができる。その後、東京女子師範学校の受験に失敗したため、 青山女学院の英文化に進学。帰国した秀夫と交際を始め、妊娠。両親の反対を押し切り、1907年に長男を出産、生死と名付ける。地元市の熊本評論に演劇論などを投稿する。1908年、定劇女優養成所の第一期生に応募したところ、芸事の経験豊富なことなどから無試験合格の通知を受けるが、 夫の反対で断念する。1909年、一家で東京の麻布に引っ越す。霊術治療を歌った、未自在衆を起こした夫と共に、普及活動のために各地を巡業した。二人の唱える未、自在は、思った通りにするという意味で、仏教の六人図を得て、人心を自在にすることを目的にしていた。コマは、大黒天の格好をして、客を待ち受けたが、 あまり儲からなかったようである。1913年、独身者中心だった、平塚来町の正党者に対抗して、既婚女性の団体として、社会主義者、西川幸次郎の妻、西川文子、預言者の宮崎ノ之助の妻、宮崎三子と共に、小石川白山五天坂に、新新婦人会を開設。雑誌、新新婦人を刊行していたが、 実務家のふみが会を主導するようになったため、コマコは演劇に方向転換を図る。浅草金流館の蘇我野屋59郎一座に加入して人気女優になり、高級を得るようになる。1917年、一家でアメリカに渡る。8年後に帰国し、舞踏の指導などを行う。芸術大学創設のため三河島に仮校舎を建てるが、断念。 1980年、92歳で没。夫の木村秀夫は、マコの進学の際の貢献人だった人物の老いで、同志社中学を中退して渡米し、バークレーの大学で進学を学んだ。留学中に、ピエール・アーノルド・バーナードから秘密のタントラを伝授され、薬物によるイニシエーションも体験したに死亡。長男の木村誠氏は、英字新聞記者、翻訳家となる。 また AFP 東京支局に所属し、ジャパンタイムス経済部長を務めた。矢野トールらと、日本初の SF 小説の専門誌、星雲を発行、日本科学小説協会の副会長を務めた。聖子という名前に関し、宮武骸骨は、聖子無差別から取ったのではないかと推測している。駒コ子コは、人の世の真相と真偽は、聖子の二次に接せられると書いている。 生死のもとに、長女の孔明がいたが、溶接。ありがとうございます。